同じ日、同じ時間、同じ死に方をしている。全く別の場所で。警察にも調べてもらったんだし。なんで誰ともすれ違わないの？何が起きたの？データから抜け出した。実在したってことですか？戻ってこれないんじゃ。このままじゃ私たちだって間に合って。もう少しだけ。どこにして？機械島。シーンで始まりましたけれども、始まりました6月16日全国公開の映画機械島公開直前生配信番組夏を先取りヒヤッとナイト進行を務めます名崎武でございます。よろしくどうぞ。よろしくお願いします。いやよろしくどうぞと言っていいでしょう。はい、ちょっとね、まあ、今回私 MC なんでやることがちょっと多いんですよ、はい、だからちょっと自分自身でいっぱいいっぱいになってるところあるかもわかんないんですけど、できるだけ拾えるところは拾っていきますから、はい、よろしくどうぞと言っていいでしょう、はい、それではですね、実は私も出演している映画機械島を簡単にご紹介いたします、はい、南の島で VR の研究をするチーム新世界、最新システムの研究中突如発生する赤いバグ、そして不可解な連続死が島中に襲いかかる。謎を解き明かし彼らは生きて島を脱出することができるのかというストーリーでございま す, すい、はい、できるのかな、できるのかなというね、ストーリーでございますけれども、今回の配信では新世界チームを演じたキャストの皆さんと、特別企画を交えながら映画機械島の魅力をご紹介していきます。また今回はライブ配信ですので、視聴者の皆さんとコメント欄を通してリアルタイムにコミュニケーションを取りながら一緒に楽しんでいければと考えております。よろしくお願いします。放送中はですね、ぜひツイッターで感想投稿などをしていただきたいと思います、はい、感想の方はですね、ハッシュタグさっき、はい、リハーサルの時シャープって言って言い直されてん、はい、それハッシュタグでお願いしますって、はい、そうそう、それでちょっと、はい、結局シャープって言いかけたけど、はい、ハッシュタグ機械島質問と、うん、書いてですね、あ、まず、機械島ヒヤッとですね、うん、ヒヤッとをつけて投稿、そして質問のツイートをですね、ハッシュタグ機械島ヒヤッとと機械島質問をつけて2つ質問していただけたらと思います、はい、投稿の方よろしくお願いします。投稿した方の中から抽選で番組の中で質問感想が取り上げられるほか、こちらのタオルなどね、映画のオリジナルグッズコンプリートセットが当たります。ぜひともどんどんね、質問していただきたいと思います。これすごいですね、もう本当にもう使いやすい、すごい使いやすくてしょうがない、うんうん、全然上手それではですね、本作に出演されましたキャストの皆さんをご紹介させていただきます。まずはホラー初主演の西畑大吾さんでございます。よろしくどうぞ。よろしくお願いいたします。それでは大吾さんを先頭に皆さんセルフで紹介してください。ガタ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 生駒里奈です。よろしくお願いいたします。お願いします。どうぞどうぞどうぞ。どうもこんばんは、平岡優太です。よろしくお願いします。こんばんは、川添ノアです。お願いします。なっちゃん水石アトムです。よろしくお願いします。北地出てるちょっと。伊藤あゆみです。よろしくお願いします。お願いします。新世界ポーズありがとうございます。お願いします。早速ですね、最初のコーナーに行きたいと思います。はい、早速、今回の映画は機械島では今女という女性が主人公たちを恐怖に陥れますね。はい、ちょうど今スタジオには今女がね、はい、伊藤さんの大きい、はい、びっくりした。の方にすごい怖いじゃんこれ、やだねこれ
シュージいますから今日は。シュージ。ずっとこのポジションでいるんだね。怖いよ。怖いわ。落ち着かないです。すごい見られてる。落ち着かない。あ、やだおい。めっちゃ見られてる。このイマジョの他にもですね、日本にはたくさんの恐怖の赤い女の言い伝えがあります。今回の映画をご覧になる皆様がより深く映画の世界に入り込めるように解説していきたいと思います。早速ですね、専門家を お呼びしたいと思います。専門家、専門家がいるんですね。赤い女の専門家いるんですよ、探しました。そこのみの専門家探しました。ありがとうございます。そこのみの専門家いましたね、一人、はい、いました。それではお呼びしたいと思います。霊能力者のパトラ瑞希さんです。どうぞ。よろしくお願いいたします。パトラ瑞希、専門家ではないかもしれないですけど、赤だけじゃございません。よろしくお願いいたします。ちょっといろいろ聞いていきたいんですけど、この日本各地に赤い女がいるという言い伝えが、はい、赤い女がいる、赤い女についてですが、はい、どういったものがあるんですか。そうですね、口裂け女だとか、小さい頃だと私たちが小さい頃、トイレの花子さんだとか、まあいろいろその子供たちを怖がせるための、こう秘話っていうものがいっぱいありまして、それからこう新しい言葉もあるみたいだけど、いっぱい私もちょっと結構昔のもんだから、こうこっくりさん時代に育ったでしょ。だからそういう部分においてはね、皆さんの年代とはちょっと違うかもしれないけど、いろんなことに答えていきたいと思います。はい、はい、お願いします、はい、さらにこの映画ではですね、鳥が重要な役割を果たしているんですが、鳥についても解説をお願いします。鳥というと、まあ、日本の中には1万箇所ぐらいの鳥があるんですけども、実際に天界と下界のちょうど狭間っていうところで門になって入り口になるの、だからそこに入る時もこう誠意を持って冷静にこう、結界としながらもそこのところで礼儀を持って入るっていう、これ作法を持ってるのは日本人だけなのよね。まあユダヤ人もあると言っていますが、すごく大事なものであって、このね、まあ、ライブであってもその入り口っていうのがちゃんとあるでしょ。まあ今日も見たらね、持ってる、持ってる。何を持ってるか聞きましょう。今から怖い。何を持ってるんでしょうか。霊界の扉を持ってる方たちばっかりなのよ。これどういう感じでね、清水監督がキャスティングするのか知らないけど、私前回はなんだっけな、あれ、私が出たのは樹海村だの時のキャストもすごかったんですけど、本当にすごいのよ。私時間があったら一人一人判定したいぐらい見たいぐらい本当にすごいので、実際に映画言っていいんですか。いいです。あ、どうぞどうぞ。本当、伊藤さんがすごい食いついてますけど、ですね、映画を私は見せていただきまして、実は2度見たんですね。1度目は気がつかなかったんですけど、2度目はなんかニョニョっとこう流れの中に彼の後ろにいたのよね。今女ではない、彼自身が持ってる守護霊なのか守護神なのか、何かこう映画でね見に来られた方が彼を西畑君を見てれば多分見つけられるかもしれないよ。私は見ました。前回はね、樹海村の時はそういうプレビューをやらせてもらったんですけど、その時は見つけたんですが、実際今回はそういうのがプロモーションなかったので2度見せてもらって、何かあるんじゃないかなと思ったら彼の後ろちょうどねここら辺にね映ってたんです。どこいた。あ、もう分かるぐらい映ってるね。分かるぐらい、我々でも分かりますか。それは鈍感あの子も分かるかな。あの子ちょっと緑のお洋服着てらっしゃる。この子一番霊界に近い方。ああ見えそう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 見えないけど感じる、分かるっていう方だと思います。
はい、納得です、うん、納得え、おっしゃってるあなたも素晴らしいですよ。素晴らしい、まあ、前世はね、輪廻転生が全部男なのよあなた。だから男っぽいところあれだ、はい、うん、あれだ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 。で、ヨーロッパ系かな、一番 気がついてこうなんかね、すごい近いものを感じたんだけど彼女伊藤さんですか。自分とは個性的に違うものをこうやって洋服で出してきてらっしゃる、うん、個性出すの上手ですよねあなたね。ファッションっていうか、あの出すっていうことは霊的なものも出してるんで、すごく普通は出せないのに、まあ、清水監督が選んでこういうところで自分出せるってすごいかな、見てくださいよ、うん、と思います。だから無意識のうちにキャスティングしてる感じもあるってことですね。いやいや、私何度も見てますけどすごいと思うのね。バケモンかな。だからそういう部分においてはね、今回の映画をきっかけにっていうこのね、はい、あのベラベラ喋っちゃいけないからさ、あのたけしさんちゃんとちょっといろいろ、ね、今女の話も、うん、今女の話、そうそうそう、はい、今女はね、はい、ごめんね今女はね、私の時代の時はあの赤じゃなかったんだよね。うちの身内に奄美大島出身の者がいて、で私実は現地に何度も行ったことがございまして、あの実際に白だったんだよな。だけど今の時代に赤っていうのがすごくはまり込むので、鳥なんかも赤のものが多かったりするんだけど、もうまあ噂になる人ってみんな口裂け女でも赤い女でも全部美人さんのスラッとしてて綺麗な方たちな、今日も綺麗な方たちじゃない、うん、だからそういう部分においては今女はね本当に不幸で、まあやっちゃったこともやっちゃったことなんだけど、それはまあ皆さん追って映画で見てっていただいて、うん、その今女の、うん、悲劇なところとこうね、あのなんでこう呪われちゃったかっていうところを映画で見ていただけたらと思います、うん、はい、次って言われちゃったから。いやいや喋ってると次って出て、次って言ってあれに対して返事しなくて大丈夫ですから完全に大丈夫ですよ、うんうんうん、全然もう気にせず、気にせずに喋、はい、っていただけたら大丈夫だと思います。よく喋っちゃうからね、はい、喋ると、このね彼が、うん、真ん中の彼、この人すごい運勢高い人なんですよ。運勢高い、もともと言うこと聞かない人だよ ね、 ね言うこと聞かないんですか。いやいや、割と素直な性格で、破天荒に行っちゃった方がいいです。あの清水監督にほらごますっといて次もお願いしてさ、こう行ける人ではある。あ、そうなんだ。なるほど、もっとわがままになっていいってことですね。そうそう、そうでございます。人に気を使いすぎなんや、だから抑え込んでるんですね、自分を抑えてもうてんねん。エネルギーをもっと爆発させしないと、まあ人間界で生きるの難しい方だと思うんだけど、すごい人間界やめた方がいいんじゃない。今そんな悩みないで大丈夫です。今悩んでることがあったらね、打ち明けた方がいいよ。そうね、そうそうそう、まあ今日はお会いできてよかった。こちらこそありがとうございます。引き続き、うん、彼はおじいちゃんおばあちゃんがしごれだな。さらっと言うやん、めちゃめちゃさらっと言う。感謝せない、ありがとう、ありがとうございます、ありがとうございます。というところでですね、皆さんにもちょっと恐怖体験をちょっと聞きたいんですけれども、何か恐怖体験があったというようなことなんですけれども、平岡君が。そうですね、はい、僕は私がまだ7歳ぐらいの頃、私がって言うの、私がね、ある日野球をしてたんですけど、それから帰る時にですね、まあ 夕暮れだったんですけど、自転車で漕いでると、僕当時社宅に住んでたんですけど、そこで普段誰も住んでないところでの部屋のベランダで女性がこういうふうに洗濯物を干してたんですよ。誰も住んでないはずの部屋に、誰も住んでないはずの部屋でベランダでこう洗濯干してて、うちに帰って母親に、あれあそこ新しい人が住んだんだねって聞いたら、いやそんなはずはないよと。で一緒に母親と見に行ったんですよ。そうしたらそのベランダに何もなくなって、もう障子がバッて貼られて、何もない状態で、あ何もないねって言って母親に言ったら、その母親の後ろに、いや女性が、やめてよ、急にね、もうやだよ。早めに反応しちゃった。ねえちょっと、ね、怖いんだから言って、怖い怖い怖い、最後は嘘なんですけど、嘘どこ
までがほんまな本当に女性があの洗濯物を干してって本当に次行ったらいなくなってたっていうのは本当で、ここまでその時女性が僕とずっと目が合ってたんですけど、洗濯を干しながらこうやってずっと見てた、それは本当なんですよ。あ、そういうのを感じたんやね。見たの発見。もう見てますね。だからその眼差しというか視線が今でもこう忘れられなくて、うんうん、焼き付いてんねや。そうなんですよ。十分しょうもない嘘つかんでも十分怖いやんか。怖いよ。めっちゃ嫌だ。やめてやめて。なんかなんかそれ以来なんかそういう、はい、あの目に見えない不思議なことが起こるっていうのはあったんですか、その後も。いや、その後はないんですけど、でもその時も。その何か霊的なものを見てるって感じなかったんですよ。自分自身もうそれが普通のリアルだと思っちゃって、あ、それ自身がね、はい、あ、そうなんですよ。不思議な体験。実は自分を見てるんだった。これは実は自分を見ててんて。どういうことですか。前世の自分を見たりするときにそうやって目と目が合うのね。会う。で忘れないの。怖くも何もないけど、こういう不思議なことがあったよっていうのでリマインドして、過去に自分がこうだったっていうのを、なんでなんだろうっていうのを見るとき、だから違うでしょ。この現世の人じゃないからさ、こうなかなかそういう現世に降りてくる難しい。生きるのは難しい。現世に生きるのは難しい。ちょっと破天荒に生きた方が、破天荒に生きた方が、いや怖い。何、今日そういう私ですか。私です。私本当に全然霊感ないんですよ、うん、なんですけど、うん、この間よくこれあるんですよね。で最近これ何なんだろうなって思ってたことがあって、うん、BGM がちょっと怖いんです。怖いね。でなんかある撮影現場に行って廃墟だったの。あ、この間同じ。ビビりすぎ。ちょっと頑張って。わかり多いな。でもう現場に入った瞬間に、玄関に入ったくさっと思って、なんかもう、うん、嗅いだことのない臭さを感じて、もう本当にもうみんなに、え、ここ臭くないですかって、やばくない、こんなとこで撮影するのやばいよって言ってたら、誰も、え、臭くないよみたいになって、え、何の匂いみたいになって、いや、もう臭くて、しもう鼻こうやってずっとやってるぐらい臭かったんですよ。で、まあでもそこで現場で支度しなきゃいけないからって言って、そのままエレベーター乗って、でメイクしてて、あーだこうだやってたら、スタッフの人がなんかここ臭いよねって言ったら、あ、とか言うんですよ。え、何ですかって言ったら、あ、臭い、はい臭いって言ったら、ここで4人死んでるんですって言った。で、えって言って、でも全然霊感なくて、でも臭いことが多々あるんですよ、今までも。他の、うん、撮影の時、島で、この島じゃないですよ、違うところで撮影した時も、あるコテージになんかこうスタッフさんが配慮してくださって、いいコテージを用意してくれて4棟あったんですよね。で1つの方に、まあ、私が一番、まあ、主役だったんで泊まって、ここ一番いいところなんでみたいなコテージ用意してくださって、でも入った瞬間それもクッス急な BG やめて、ね、わかりてシュンとかやめて、ごめんなさい、いやごめんなさい、できなかったです。臭くて、わ、臭いって言ったら、そしたら共演してる男性のもう一人の方が、あ、じゃあ僕ここの部屋でいいですよって言って、あ、いいの、でも臭いよ、いや全然臭くないですよって入っていったんですよ。で私は次の、まあ、2号棟みたいなで、まあ、次の日朝現場、まあ、ホテル前で集合で行ったら、その男の人がずっとロビーでこうやってやってて、何なんで、マジ伊藤さん寝れなかったっすとか 言うんですよ。どうしたのって言ったら、兵隊がずっと自分の周りザクッ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 って歩いて、ずっとこうやって見てくんですよ。それは寝れないわ。それは何なんか後ろ誰かいる、なんかいるよね、なんかいるよね音聞こえんだけど、怖い。それで、うん、あー、そうなんだ、でも私は臭いとしか感じないんですけど、うん、それが霊感なのかどうか分かんないんだけど、臭いってところは大体そういうことがあるっていうのが聞こえて、最近、そうか、うん、なんかそれはね、あの、刺繍って言います。実は霊道士の匂い、そう、で、その死の匂いっていうのは刺繍病菌じゃないですよ。違うよ、急に面白い、うん、霊の匂いってあるんですよ。それを感じやすい方なんだろうね。霊って匂いあるんですか。あります。私はもう小さい頃、もう義母愛子先生の家にいた時に、本当にいっぱいもう刺繍を
感じたんですね。感じるっていうか、あの彼女と同じ、もう本当になんかこう霊が来るとそういう匂いがするの、うん、見えないんですよ。でも見えないんですか。見えてると思いますけどね、うん、チラチラっと見えてると思うけど見たくないんでしょうから。いやいやいや見てないです。いやいやいや見てください見てください。いやいやいや見たくないです。期限付きです。2年の間に見れるとは思いますよ。見ようと思えばね。あなたそれから以降は分からないですけど。え、2年の間、この2年の間ってことですか。はい、そうですね。匂いがした2年の間。はい、うん、匂いがした2年の間。今ならば次また次って言われて、気にしなくて大丈夫ですよ。一番気になるところでね、切られるとどんどんどん気になってしょうがない。もともとは霊的なものを感じない人なんですけど、いろんな人ともう縁していると、特に波長的には清水監督に似てらっしゃるのね。だからそんなところでこう感銘するとこういろいろと感性が上がるのかな。も隣の方はもともと持ってらっしゃるから、うん、あのポーカーフェイスしてるだけで大体分かってる方。え、何が何にも分かってないような感じですけど。その方が幸せなんかもな。うん、今のうちはそれで整えておいた方がいいかも。今分かってなかったな。いろいろありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。大丈夫ですか皆さん。それでは次のコーナーに行きたいと思いますけれども、その前に予告です。どうぞ。赤い女、それは非業の死を遂げた女が残した怨念。いつからか魔女と呼ばれ恐れられ、出口のない島で人々を呪い無差別に襲い異世界に引きずり込む。秘密の実験で呼び出されたという説もある。赤い女が現れるとき鎖を引きずる音がするらしい。機械島。はい、それでは続いてのコーナー行きましょう。続いてはですね、新世界丸×クイズでございます。怖いの怖いの。怖かった。怖かった。本当にヒヤッとナイトでしたね。その話本当怖かった。いやーやばいっすね。いや、刺繍って言い出した時、刺繍病気の話心配でした。私公衆臭いのかと思って。確かにちょっと怖いです。じゃあこっからですね、ちょっとクイズでね、はい、ちょっと楽しんでいきたいと思います。楽しもう楽しもう。皆さんにはですね、お手元の丸×のお札でね、お札丸×のお札で、まあ、今日に限ってお札と言いましょう、ね。答えていきたいと思います。A チーム B チームに分かれて点数を競っていただきます。 A チームはですね、西畑くん、生駒ちゃん、平岡さんですね。そして B チームは川添さん、水石さん、伊藤さんの3名でございます。勝ったチームには豪華商品をプレゼントいたしますので頑張ってください。豪華商品、豪華商品、もう驚くほどの豪華商品だからね。準備の方はよろしいでしょうか。はい、はい、それでは第1問でございます。欲しい。第1問、今回の映画にも出演している笹野さんはシューティングゲームが得意である。丸か×か。シューティングどうなんだ、ね、シューティングはどうなんだろう。これさ、そう、シューティングゲームっていうのはこう弾を打つゲームですね。どっちかで、どんどん A チーム B チームだから。話聞いてます皆さん。話聞いてます皆さん。みんなで同じ札あげてくださいってことです。いや、これは個人、個人なんだ。とりあえず合計ってことか。どうなんだろう。それで勝ち点を競っていく感じでございます。さあ、それでは答えていきたいと思います。それでは皆様、挙げてください。丸か×か、一斉に お札をどうぞ。お札をどうぞ。はい、上がりました。丸×丸丸×丸というようなことでございます。はい、丸がまあ多かったですね。うん、それでは正解の方いきましょう。正解は丸でございます。マジか。やった、はい。どうやらゲームがすごく今好きみたいですね。いや、そうそう、現場で見てたんですよ。そういうのありました。現場で見てて、あの、うん、山本美月さんといる時に、あの笹野さんも言い張って、はい、その時にバン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 って音が聞こえてきた。え、なんやと思ったら笹野さんが大きいタブレットでシューティングゲームやってたんですよ。バン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 みたいな。あ、大きい、大きめのタブレットでね。めちゃくちゃしかもお上手やったんですよ。あれ、ちゃんと見てて、すごいですねって言ったら、やっぱり僕好奇心旺盛だから、いろんなことしたいんだよねって言って。めちゃくちゃお上手でした。だってね、ご年齢からするとやっぱそういうスマホとかタブレットを扱うだけでも大変やのに、さらにゲームをダウンロードしてゲームをやってるってことやろ。しかもめちゃめちゃお上手。うまい。軽快にやられてました。笹野さんの意外な一面でございましたね。さあ、それでは第2問に行きましょう。第2問ですね。
第2問目は山本美月さん演じる園田玉樹が亡き父の遺品から発見した複数の通帳に書かれていた銀行の名前は分からんって何や大島銀行である大島丸か×か、やべえ、いい問題だな。それ劇中に出てきたんです。出てきました。劇中に出てきてるんですよ。そう出てきてるわ。最初の方に通帳は見たけど、石畑くんは出てるんじゃないのかな。そうだな、完成した映像は見たけど、そこまでよく見るとわかる。うわ、こんな感じの名前だったっけ。もう一個ヒント。大島銀行であるで、丸か×か。それではよろしいですか。はい、皆様一斉にどうぞ。さあ、あ、出ました。バツ丸、バツ、バツ、丸、丸と。あ、3と3対3で同点ですね。同点とか同点でしたって。正解だろうが正解だろうが同点同点というような感じでございますけれども、はい、まあ一番見てるであろう西畑くんがバツと。そう、なになに、なんか3文字やった気がするんですけれども、それでは正解の方いきましょう。正解は丸でございます。やったやった。ただ同点。ちょっと西畑君、一番見てるであろう人が何してんの。何してんのか、何をしてるの。いや、わかんないよこれ。ちゃんと見てなかったですね。大島ちっちゃい。ちっちゃいですね。ボケてるな。ちっちゃい、見えない。この園田玉樹がすごくわかる。わかる。よく見ると大島銀行と書いてあるね。目を凝らしているとよくわかる問題。誰が気になんねんこれ。気になる、気になる。大島銀行なんやみたいな。そうそうそう、なる人はなってるから。なる人はなってるから、ね。この感じで続いての問題いきましょう。続いての問題がラストでございます。ラスト、はい、正解。最後の問題いきますよ、はい、最後の問題でございます。山本水木さんが撮影のオフの時にわざわざ見に行ったものは何でしょう。あ、これ聞いた、分かる気がする。あれ、何っけ。見に行ったものはマングースである。丸か×か。はいはいはい。え、知ってんの。マングース。やっぱりこの撮影の間ね、皆さんずっと仲良くやってたと思いますけれども。マングローブじゃなくてマングースですか。マングースでございます。マングースって何。マングース、マングースって動物だよね。動物です。丸か×か。そう、マングースをでハブ食べるやつ。ハブを仕留める。ああ、なるほど。ハブと戦うやつですね。ハブ仕留めのマングース。あ、動物の名前。動物か、なるほど。マングース。え、え、まあまあまあ、ちょっと待って、マングース知ってます。皆さん、まずマングースは知ってます。でもマングースって島で聞かなかったよね。私分かった。あ、うん、いや、もうちょっと、もう決めよう、皆さん。さあ、よろしいでしょうか、皆様。いきますよ。はい、それでは正解をどうぞ。はい、出ました。あ、ちょっと待って。全員がまず、なんか、あれ、どっちに転んでも同点パターン。え、同点。え、全員が×でよろしいですね。はい、マングースじゃなかった気がする。はい、マングローブじゃない。マングローブという意見もありますそことかけてるけれども。ナイトなんとか。正解の方いきましょう。正解、ね、よろしいですか。はい、え、帰るなら今ですよ。帰るなら、まあ、いやいやいや、もう変えた方がいいじゃない。ま、帰ってきます。ねえ、じゃあそちらがどうぞ。どうぞどうぞ。いや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 。私も大丈夫なんです。まあ、これでクイズ最後ですからね。はい、最後。まあ、ここで。え、帰るの？今同点ですもんね。豪華商品。いや、同点じゃない。同点じゃない。豪華商品がかかってますから、皆様。じゃないって。はい、同点じゃないです。同点じゃないです。そっか。そう。そう、3対4。負けてんのか。Gチーム負けてます。我ら負けてます。じゃあそっち変えた方がいい。絶対。うちら変えて。違う意見じゃないとだって勝てないでしょ。でも俺もさあ、あ、おお、全員変えちゃう。おおっと、これだったら勝ちだね。勝ちだね。そう来るんだ。勝利を目指していきましょう。じゃあ行くぜ、勝つぜ。出しました。いけ、マングス。よろしいですか。マングス、いいですか。マングス、マングス来い。A チーム丸、B チームが×というようなことになりました。それでは正解の方いきましょう。正解は×でございます。やったー。ラブ
念でございました。正解はですね、ハブでした。ハブかハブかそうだよ。マングローブでもないし、はい、正解はハブを見に行ったが正解でございましたかね。さあ正解、あ、じゃあ、ちょっとあれ見てみましょう。点数の方見てみましょう。 A チームは3点、 B チームが7点、はい、7点というようなことで B チームの勝利でございます。豪華商品が、いや素晴らしい豪華商品ゲットでございましたね。なんだろう、うん、豪華商品ですか。なんかもらえる、気になるところですよね。今、うん、紹介してよろしいでしょうか、はい、豪華商品はですね、こちらの機械島のフェイスタオルでございます。タオルだ。素晴らしすぎる。あまりにも素晴らしすぎるタオルでございます。惜しかった。はい、惜しかったな。そうでしょ、そうでしょ。ハッシュタグがいっぱいついて。反応しない。そう。嬉しい。嬉しい。嬉しい。ハッシュタグ、あの、はい、監督清水だからでかない。いや、これめっちゃでかない。主張が強い監督ですから。すごいね、監督のタオルだな。タオルだこれ。幽霊、ね、と一緒ぐらいの大きさですね。観覧注意と同じぐらい、はい、ね、監督がデザインしたのかというぐらい ね主張が強い監督でございますけれども、出たがりだな、出たがりなんですよ。主張が強くてどうしようもない感じ、はい、これを持って帰っていただきたいと思います。良、はい、ければこのステッカーもつけますんで行ってください。あ、はい、いいですね、はい、さあ、それでは、次のコーナーでよろしいですか。あ、そうですね、この辺でですね、視聴者の皆様から あの質問が届いているので、まあ、ありがとうございます、答えていきたいと思います。はい、ね、どしどしと届いてるみたいですよ、ね、はい、じゃあこれこれ皆さんに答えていただいて、はい、よろしいでしょうかね、はい、皆さんへ質問でございます。皆さん、これ直球ですね、本当に。誰か死んじゃうんですかね。あと機械島で、機械島で、この映画でそんなストレートなことある？誰か死んじゃうんですか？ネタバレですよ。ネタバレ、まあ 100% ネタバレになってしまいますけれども、これ答えてもらうでいいんですか？これ。ね、なんでこの人、誰か死んじゃうんですかと思って、誰かじゃない。誰か。誰か。誰か死んじゃうんですか？あと、まあ死ぬといえば、死ぬか死なないのか、このね、こちらのあの、皆さんの中で誰か死ぬやつがいるのかどうか、いるのかいないのか、運によって、まあ、まあ、ぜひとも、ね、それがね、気になる方はぜひとも劇場で見ていただければ嬉しいですけど、まあ、でも結構僕宣伝とかで、あの、不可解な死とか言っちゃってるんですよ。なるほど、それがまあこのメンバーの誰かかは分からないですけど、まあ急ですね。まあ死とは常に隣り合わせだと、そうですね、そういう映画でございますから、はい、そういうのも踏まえて楽しんでいただきたいと思います、はい、続いての質問でございますね、皆様に質問ですと、はい、はい、奄美大島に行ったことありますと、私はね、お、はい、京阪が有名ですが、はい、皆様は食べましたかという。食べました、ね、非常に素朴な質問でございます。いいですね。食べたか食べなかったか、京阪食べてない、はい、お札で京阪食べた人、京阪を食べた人、はい、はい、あ、食べた、あ、食べた、食べない、食べない、食べた、食べない、食べた、気持ちいい、丸が3つという、こんな感じで、なんで食べてない、逆に食べてないの、なん食べてない、食べようって気持ちにもならなかった、え、なんか食べに行ったのに、食べに行くタイミング、そうね、私食べたことあったので、あ、以前に、はい、あの違う島の料理を食べたいなと思って、違う島の料理、あ、なるほどね、違う、ご飯じゃないもん、郷土料理をね、違うグルメをね、なんか奄美にいながら違う島の料理食べたから何を言ってるんだろうこの人は、間違えた、日本別の奄美の別の京阪ではない別のご当地料理を、はい、食べたかったというようなことでよろしかったですか。なんで水石くん食べなかったの、うん、え、でもあのやっぱその違う島の料理を食べたいなと思って。違う島の料理。島の違う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 料理。ちょっとそしたら違う島の料理。違う料理。ここに島の料理が食べたかった。あそこの二人はバカなの。並んじゃってどうしようもないから。ね、どうでしたか食べた。美味しかったです。うん、さっぱりしてて。さっぱりしてて。お茶漬けとかにできるんですよね。それをここだから朝とかに食べたら。
すごく美味しかったですね。ホテルの上で食べれたんで。ああそうですか、泊まってるホテルの上で。行けばよかった。生駒ちゃんは食べずに。いやなんかその京阪の有名なお店がすごいちょっと遠くて車がないといけなくて、うん、え無理だなって思って。歩いていけるよ。え歩いていけるとこもあるんですか。うん。ええ何か同じ島にいたのかな。そうでも僕も探して歩いていけるところのあの京阪でちょっと行きました。遠かったよね。遠かったよ ね, ね。なんで出てこなかったんだろう。ちょミステリー次行きましょう。次ね、京阪ミステリーだもん。京阪ミステリー。世界初ですよ。京阪ミステリー。はい。続いていきましょう、続いてのコーナーはですね、ここからですね皆様お待ちかねの清水監督もご覧いただいて、一緒に楽しんでいきたいと思います。清水監督です、どうぞ。お願いします。お願いします。ずっと見てたもん。すごっ、すごい、あ、すごい、思い出がちょっとね、ほらこれオフ写真ね。オフショーだ。私にかぶってる。本当だ。怖い、今じゃなってる。オフカットがありますけれども、まあ、清水監督も参加いただいて、ここからはですね皆様に撮影してもらった写真が、ね、こちらにあの9枚あります。はいはい。実はこの他にもいろんな今ね後ろに写ってるあの写真もありますけれども、全て現場のメイキング写真なんですが、今回は選別してあの選抜した9枚の、はい、ここに写真があります。この中から選んでいただき、その写真について、思い出の話を思い出話を語っていただこうというような感じですけれども、まあ、9枚の中から1つ選んで、思い出話を語っていただきたいと思います。はい。じゃあ、まずは西畑君、はいはい、この中からどれでもいいんで、はいはい、あ、取っちゃって大丈夫ですか。あ、僕は行きますんで、はい、あの番号だけ言っていただけたら、はい、僕はあの西畑大吾って名前なので、はい、5番でお願いします。大吾の、大吾の、大吾の5で、5番をめくっていきましょう。こちらの方でございます。ズドン。出た、これは何、これ出ました。あ、塩、これは塩だ。生駒ちゃんですか。はい、生駒ちゃんが平岡さんを清めてるシーンです。これこの塩のかけ方、これはちょっとイタリア、イタリアみたいな、イタリア、イタリア風味の。そうですね。これはどういった時の撮影中ですか、まさに。撮影中で支度場なんですけど、うん、なんか平岡さんが撮影する日は必ず雨が降るっていうちょっとジンクスがあって、雨男、うん、なんか雨男だったんですよね今回は。はい、で今回だけじゃない、今回は。であまりにも雨で撮影ができないから平岡さんを清めた方がいいんじゃないかっていう、あの現場の意見が一致しまして、うん、それぞれ持ち寄った塩を、うん、とりあえずみんな振りかけよう、うんうん、で私だけじゃなくて何人かも結構なんかメイクさんとかも、ね、そうみんなで振りかけてた一部を抜粋した写真ですね。あ、実際これ清めのお塩をかけてるんですか。はい、本当にかけられてます。なるほど、はい、でこれ生駒ちゃんの時に撮られた、はい、撮られた写真。もうちょっと清まってますもんね。清まってる。もう来る前に何人かにやられてるから。もうなんかその公民館みたいなところで土俵があったんですよ。はい、あ、そうだ、ここ土俵で。これ土俵だ。はい、まあそこからまあ塩を撒いてもいいんじゃないか。そう、お相撲さんも塩を撒いてこう清めてから挑むじゃないですか。そうだね。だから私たちもいいのかなってちょっと。土俵で。土俵で。土俵で。あの奄美大島って。各小学校、中学校とか全部土俵があるんですよ、うん、へで。そこで子供たちが健康に育って遊ばせてっていう歴史があるので、公民館の前にも立派な土俵があって、うん、ありました。そういう風習があるんですね。あるんですよ。だから散々撮影中遊んでたのにそういうこと一切触れてこないおバカなキャスト。おバカ。なんか大変ですよ。そこら辺にパッとあったみたいに土俵がたまたまあったんでみたいな。ここでいいんじゃないかっていう。うん、ああなるほど。このそういったこうね、清めてる思い出話。はい、で実際これの後は雨大丈夫でした。雨はもうずっと降ってましたね。結局は、はい、清まらなかった。清まらなかった。僕ずっと雨で撮影できなくて、うん、結果撮影5日間ぐらいだったんですけど僕3週間ぐらい島に行って結局撮れなくて撮れなくて延長で、はい、すごいいたよね。スタッフ忙しいのに彼だけ
あの監督僕も観光するとこなくなったんですよって言ってきてふざけんなこの野郎と思ってちょっとあの人返した方が晴れるんじゃないって返したら晴れるかもしれないみたいないやいやでもちゃんと撮影終わって結婚しましたからねどういうことですかそんな撮影してる中皆さんがもう観光して行くところもなくなったとどうすりゃいいんだ俺はとだから藍染めなんか染めたい泥染め、ね、大島紬っていうのが有名ですからそこに2回行きましたなんかプライベートで楽しんでるみたいになってるやんもうほんまにでも2回とも染めたやつが人の顔みたいになってなんかドクロみたいなのが浮かび上がってきて2回が貼られてるとか、ね、そういうのもあって塩を撒いてもらったさらにね、はい、清めましょう、うんなるほど、ねじゃあ平子さんの写真、はい、あ いんですかあじゃあ生駒ちゃんいやでも行きましょう面白いんで、うん、平子さん行きましょういやいやいや生駒ちゃん行きましょういいですか行きましょう、うん、じゃあ3番3番じゃあ生駒ちゃんの3番はこれでございますドンあーこれはなあー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 あああ、これ先生ですか？そうですね。実際のあの数学者の先生に現場に立ち会っていただいて、はい、すっごい難しい式なんですよ。うんうん、だから実は平岡くんじゃないか、西畑くん演じる智彦くんが書いてる映画の中で書いてる数式は本物なんですけど、それをちゃんと伝授してもらってというか教えていただいて、なるほど教えていただいてそこで書いたんですけど、うん、なんか。もっと前から欲しかったなっていう数式が結構難しいものだったんで、ねうん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 、でダーッと書かなあかん、ね、ダーッと書かなあかんし、うん、でもまあ結構面白いなと思ったのがその数式が結構方程式っぽくなってて、うんうん、なんかこれやったらこれが出てくるみたいなのが結構連なってて理にかなってんねやな それは僕結構文系なんですけど、うん、なんか理系も面白いなって思ってなるほどじゃこっちを覚えたらおのずとこれが出てくるんやみたいなじゃ覚えるのがそんなに苦じゃなかったはい楽しかったですへ途中でここから次に行くにはすごい天才でも1週間ぐらい普通かかるだけどこれを智彦はその何十秒かで次に行けちゃうから天才なんだとかっていうのも実はちゃんとお芝居に生かしてくれてわかる人にはわかる分かる人にはわかるすげえだから木の上でなんかなっちゃう人とは全然違う木の上でなんかなっちゃうのは私ですよあの時も大雨やったほんまにあの日も過酷な、ね、スケジュールでしたもんねあれこそ過酷やったほんまに、ね、それ知ってたら俺も行ってた気温で私がここで気温でものすごい雨で木の上でびっちゃびちゃ大変やったびちゃびちゃそんなじゃあ平岡さんいや僕はいろいろありますけれども今一番上げてみますかちょっとはい、1番なんか1番でよろしいですか、はい、1番ですごい何があるんですか1番でキレがキレが1番でじゃあそんなに1番もちゃん、じゃあ1番いきましょうはい、はい、ズドンでございますあーっとこれは何ですかこれあかわいいあーかわいいすっごい晴れてる晴れて確かにめっちゃ晴れてめちゃくちゃ天気いいですねこれかわいい初日だ。可愛 い監督。いや今可愛 い。魔女じゃないや。ね、魔女じゃないですよ私。これどういった写真ですかこれは。これ初日でしたね僕たち。あゆみさんと一緒に。そうかな。うん、島に入って。そうかもしれないです。私すごい晴れ女なんですよ。あ。だからめっちゃ晴れやった。そう。勝ったんだ。伊藤さんの晴れが勝ったんですね。勝ったんだ。でもちょっと降ってきたりする時あったんでもう。まあ本当にやめていただきたいなってそう繰り返してたんですねなんか今日平岡くんひどい目でした僕は全て受け入れますね大人になってる大人になでもこれねいい天気でしたよね本当に、うん、これは初日ですか伊藤さんの初日だったんじゃないですかねうんこれかけろま島ですかねあそうです奄美からちょっと離れてるあれかけろま島じゃかけろま島ですよあのなんか漁船みたいなのに乗ってみんなで行った時夕日とか綺麗だったやつだあすごい海も綺麗だった時あそうでした私でもこの時めちゃくちゃ変な虫に刺されてあやってましたねすごい変な虫に刺されてぬかかっていうあそこに自生してる蚊がいてぬかか
でぬかぐらいちっちゃくて刺された時には気づかないぐらいなんですって。 2,3 日すると腫れてくるってやつで、なんか 2,3 日したらなんか痒いなと思ったここ30箇所、あ、ね、なんか好かれるんですかね。虫にめちゃくちゃ好かれるんですよ。臭くなかったですか。え、刺繍臭だ、刺繍だ、やめてください。口が臭いみたいになっちゃうじゃないですか。はい、というわけでですね、次のおーご覧いきたいと思いますけれども、刺繍が出たからです、はい、刺繍きっかけで次行かせていただきます。その前にですね、予告の方をご覧いただきましょう。どうぞ。この島、ちょっとやばい。脱出不可能、謎の研究、巻き起こる惨劇、一体何なの、どうなっちゃうの。機械島、時間がない人のための機械島10秒予告。島で実験、バーン、異世界とガッチャン、赤い女、ドーデータから抜け出した。あーやば、めっちゃ襲われる。島の歴史と秘密の実験、これなんとかしないと。謎を解いてサバイブして。はいはい、機械島、はい、皆さんよろしく。はい、というわけでですね、続きましては、はい、はい、ちょっとなんかこれが面白いんですけれども、はい、吊り橋効果とホラー映画の体験談コーナーでございます。はい、あ、伊藤さん大丈夫ですか。大丈夫です。何かありました。え、今女が、え、何が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 、今女がちょこちょこと現れますから、だんだんそっち行ってます。どうもこんばんは。びっくりした。つけていただきたいと思います。びっくりさせてきた。平岡さんの後ろにいる。よろしいですか、コーナーの説明。はい、よろしくお願いします。お願いします。よろしくどうぞ。はい。これはですね、吊り橋効果とホラー映画の体験談コーナーね。はい。吊り橋効果とは、高揚した生理学的興奮が誤って情緒的な興奮として解釈される現象です。つまり不安や緊張から引き起こされたドキドキする感覚をあなたが好きだからドキドキしていると錯覚する心理現象から生まれる効果のことです。はい、このことを踏まえて今回はホラー映画を利用して、男女が仲良くなるのかというような検証をしてみました。はいはいはい、面白い。大丈夫でしょうか。はい、それでは VTR をご覧ください。どうぞ。VTR もあると思うんですけど、まあ、まあ、あの女性を守ってあげたいっていうのはありますね。やっぱり怖い映画だと思うので、やっぱりそれを慰めるだったり、あのしてあげたいなっていうふうに思います。いや、私はもう圧倒的にこうガシッて掴める男性がいいと一緒に行きたいです。今日はちょっと心細かったんで、あのぜひ頼れる男性と見たいなと思います。あら、じゃあ吊り橋効果のね、どういうメンバーなの。このイベントの後に飲みに行った人もいたみたいですよ。いやー、なにそれ、いいないいですね。吊り橋効果が現れてますよね。まあ、あの吊り橋効果を狙ってホラー映画を見に行くのもありなような感じもしますけれども、ホラーを使ってこういうね仲良くなるっていう手段もあるというようなことで、どうですか監督。あ、いきなり僕なんですね。はい、いやでもそうです、だってホラー映画撮ってるんです。今回この今日来てくださってる俳優陣のメンバーはこの映画の撮影で仲良くなってくれたのは僕は本当に嬉しいですね。ホラー映画なんですけど、あとこの前ね、大吾くんがあのイベントの時になぜか僕とデートに行く夢を見たって言われて、あ、今後は主役を男性にするのは
ちょっと考えた方がいい。なんで？釣り橋効果で疲れちゃったから。釣り橋効果。そうですね。目の中でも釣り橋効果が。なんで監督とデート？いやなんかあのほんま近未来的なショッピングモールみたいなのがあって、うん、そこであの監督と2人でお買い物してる夢やったんですよ。うん、でこんなことをねこうテレビとかで言われたら、うん、僕ファンに殺されかねない。なんでやねん。大丈夫です。それは大丈夫ですよ。どういう吊り橋効果なのか分かんないですけど。そうや。え、なんで急に感動。もうその当時この機械島のプロモーションをめっちゃやってて、雑誌もそうですし、テレビとかいろいろ出演させていただいたタイミングでなんかこう機械島のことばっかり考えてたんで、それが多分夢に出てきて、なぜか監督生駒ちゃんとかじゃなくて監督とデート、ちっちゃいおっさんと、ちっちゃいおっさんと、ちっちゃいおっさんとちっちゃい言うな、あの木の上の男、あの木の上の男結構ちょいちょい突っ込むね。昨日言いましたからあもうこういうところでやっぱ現れるんですね。現れる。井口さんなんていかがですか。何がですか。えこういう吊り橋効果。吊り橋効果、うん、まあでもあれですよね、なんか本性が、まあ、なんか垣間見えそう で、うん、でその後なんか盛り上がりそうですよね。なんかで実際めっちゃビビってたじゃんとか、そうですよね、なんかそういうのでこうね、この映画まさかそんな使い道があったとは思っておりませんでしたけれども。どうですか映画で、あの、はい、そのホラー映画をその出しにあの好きなちょっとね好意を持ってる女性と映画その見に行ったこととかってあるんですか。いやーないですね。まずホラーあんま見ないですし。ホラー見ない。怖いの苦手。怖いんで。だからもしそもそも見てたとしたら多分あ横にいる人に迷惑かけるんで。さっきも本当に今日席順がちょっとごめんなさい。全然リアクションが大きいんだよ、ね、んですよ。オーバーリアクションなんで結構怖がりだよ、ね、怖がりなんだ。音物とかバーンとか、ああもうダメですね。今回めちゃめちゃクールに見えるもんね。そうなんですよ。もう今回ビビり多いんだよね、みんなね。でもあのこの映画の西畑くんみたいな、アトム君もそうだし、可愛い男の子がキャーって言っても可愛いって言われるっていうのは時代もあると思うんですよ、うん、あ僕の若い頃だったら男の人しっかりしてほしいっていうのが第一にあったと思うんですけ ど今全然逆もあるし、まあ、確かに、確かに僕らの時代だとね、ね違いますよね。いやそうです、何男やのにしっかりしてよみたいな。そうそうそう、男のくせにって言われましたもんね。言われてた時代ですもんね。それが今可愛いになるんだ、そうかそうか。じゃあそうですね、じゃあなんか木の上でうまくまとめようとしてるんですよ。可愛いというようなねワードも出たんで、ちょっとじゃあここでね、まあ我々の可愛い代表のね、うん、西畑くんにカメラ目線でですね、あざと可愛い一言をお願いしますけれども、きれいがよろしいでしょうか。すごい全然ちゃんと繋がってなかった。いや、なんだ代表君に可愛い代表としてあざと可愛い一言をお願いいたします。恥ずかしすぎません。どうぞ。機械島見てて怖くなったら俺の手握ってくれてもええで。可愛い、こういう空気なんだよ。やめろやめろ。大阪の男子おもろいな。ほんまにおもろいな。一人でもおもろいのに二人揃った漫才になりますから。さすがやな。アイドルといえどやっぱり人はちゃうわ。ありがとうございます。決めるとき決める。無茶ぶりありがとうございました。はい、ありがとうございます。というようなことでですね、質問の方もどしどし来ておりますので、はいはいはい、皆様からの質問に答えていきたいと思います。はい、あ。あざと可愛い西畑くんに来ておりますよ、はい、はい、怖いのが私は苦手ですと、うんうん、この映画を見るコツはありますかという、うん、怖がらないで見るコツはありますかということですかね。うん、残念ながら、うん、怖がらなくて見れないです。あ、怖い、怖いからもう全然怖いです。でも、うん、なんかこう怖いだけじゃないというか、そうそうそう、なんか怖がりでも、ああそうだった見に来たいっていうね、そうですね、うん、まあ、怖
怖いだけじゃない、まあ、ホラー映画なんで、まあ、怖いんですけど、まあ、怖いのはね、怖いだけじゃなくて、この機械島はストーリーがすごく面白くて、うん、だんだんこう没入、その世界に入れるような感覚がやっぱりある作品なので、あんまり怖いのとか気にならないかもしれないですね、途中から、うん、いや、怖いよね確かになんか今までに見たことないホラー映画ですもんね。そうですね、パターンあるんやみたいな、うんうん、本当にその昔からのホラー映画と今の時代を切り取った、ちょうどいいところを取った作品というかね、そういうような感じでございますが、だから本当にあの怖いだけじゃない、怖いだけじゃないので、もう一つ深いところにも行けるんで、それも楽しんでいただけたらというようなことでございますね。はい、質問は以上でよろしいですか。まだ行きますか。はい、さあ、じゃあこの方行きましょう。ですね、新世界ポーズの誕生秘話が聞きたいです。あ、はい、やっと来たね、これ。来ましたね、これ。これなんだと、どっから出てきたんだと。うん、これって最初誰が作ったの？はい、ノアちゃん。作ってはないんですけど、私も。あの、簡単に説明すると、はい、僕もキャストの皆さんがノリに乗ってやってるところで、うん、何それで聞いたんですけど、うんうん、劇中にですね、あのユタと呼ばれるおばあさんが出てきまして、うん、で彼女がいろんなことを分かる人で、その彼女ユタさんから新世界のメンバーがそのイマジョについての伝説を聞くシーンがあるんですよ、うん、でその時にあの、あっちの世界こっちの世界っていうキーワードが何度も出てきて、それは何なんだって西畑君演じる友彦があっちの世界って何ですかとかって解説聞くシーンがあるんですけど、それを何度もこう現場でお芝居やってる間に、あっちの世界こっちの世界新世界っていうのがいやなんか最初に監督に私がその突っ込まれたんですよ。なんか川添さん怖がる時にすごいなんかこう前で手組むよねみたいな、そういう癖みたいになってるって言ったんだ。あ、なんかそっからだったけど、いい、ね、とそれと今のが多分相まって、うん、あ、そういうことか、このポーズに多分、はい、初めて知ったな。そう、うん、いたじゃないですか。いらっしゃいましたよその場に。そう、なげん人の話今言いましたよね。いたよ、記憶がもう。でもなんかその時にずっとね、撮影も長かったんで、同じ場所でずっと同じセリフをね、やっぱ言うじゃないですか、映像の。何回もね。で、多分みんな本当にあっちの世界なのかこっちの世界なのか分かんなくなっちゃって、で、ノアちゃんもキャーとか言うから、え、あっちの世界、こっちの世界、新世界、やべえ、できたって言ったんで、なんか新興宗教みたいだからって言ってたんですけど、そのシーンに出演出番はなかった伊藤さんは今日になってもう何なのそれってみんなこれやってるけど何なの。そうですよね、あの、あれです、ただの内輪乗りです。劇中には全く出てこない、出てこない、本当に誰に喋っても面白くない話、あの現場の一部のメンバーが面白かったねっていう思い出がポーズになったっていうことですね。で、それもその時の時間帯と疲労とかいろんなものが混ざってのこれやもんね。そういうこと、普通にやったら面白くないじゃないですか。そうあの時だったから面白かったねっていう、うん、やっぱ映画公開日、あの劇場にいらっしゃる皆さんもみんなこれやっていただいて、ね、みんなでそれすごいっすね。そこまで持っていきたいっていう。あ、そうやね。そう、なんかその打ち合い乗りだから面白くないってこれだけ言いながら、一番人前でやってるのは生駒ちゃんです。大阪のプロモーション行った時も、そうです、誰も求めてないのに生駒ちゃんずっとこれやってて、ずっともうなんか挟めていこうと思って、なんかこうずっともう意地になってんちゃう。もう意地ですね。もう、なんかバズったらいいな。そんなとこから始まったものをちょっと流行らせてやろうみたいなね。いや、やってやろうと思って、うん、ちょっと気の強いとこ出てますわ。出てますわ、うん、なるほど、はい、そういう本当に些細なところから、うん、もう本当芸人のギャグのようなう、ね、誕生の仕方でございましたね。まあ、そういう、まあ、芸人のギャグもそんな感じですからね。あ、そうなんですか。まあ、本当にもう突拍子もないところからやったものがなんかあのギャグになったり広がったりとかするもんですから、うんうんうん、あ、まあ、そんなところから誕生秘話があったというございますね。はい、それでは次のコーナーに行きたいと思います。はい、次のコーナーに行く前に、こちらの予告の方をどうぞ。豊かな海、手つかずの自然、興味深い歴史と文化、そこに訪れる人々を癒す温泉やグルメ、斬新なマリンスポーツにトレイルアドベンチャーとダイビング、さら
らにここでしか体験できない未体験のアトラクションがあなたを魅了する。そして運命的な出会いも。え、島行くしかなくない？機械島怪奇現象が、ちょっとトラブル、あの怪奇現象が今起こりました。全部中に怪奇現象が起こりまして、後ろの映像も消えました。でもね、怪奇現象です、これは。西畑君がいない。そして西畑君も消えました。西畑君がいない。消えました。もうすぐ現れると思いますけど、今どっか消えております。はい、ちょっとトラブルがあったみたいで。いや単なる呪いなんで大丈夫ですよ。そうですね、単なるって単なるじゃないですよ。いい風が吹いてます。いい風、いい風、公開前にね、公開前にいい風がこれ。怖い、なんか臭くなってきた。いやいやいや、伊藤さんまで乗っかってくるよね。こういうことがあればあるほど映画は盛り上がっていきますからね。名崎さん、たまにはいいこと言うんだよな。たまに。さあ、西畑くんが、あっちの世界に、あっちの世界から、あっちの世界からこっちの世界、新世界、こういうのも生配信だからこそです。あっちの世界、西畑くん、あのマイクトラブルが急に起こった、壊れたっていう、壊れた、急にあの西畑くんのマイクが入らなくなったというようなね、ざわざわしてる、もうすごいざわざわしてますけど、もうやめてよ、マイクチェックして、マイクチェック、マイクチェック、聞こえますか、あ、聞こえてる、聞こえてますか、ワンツーワンツー、ヘイヘイヘイ、はい、ヘイ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 、大丈夫、聞こえてますか、オッケーですか、はい、オッケーですね、はい、それではじゃあ次のコーナーに行きましょう。続いてはですね、映画大ヒット祈願ケーキの登場でございます。ケーキの大ヒット、すごくない？すごい、なんかちょっとすごいすごい、すごい、いや、ケーキだ、すごい、監督作った、すごい、これすごいケーキ出てきたんで、皆さん、すごくない、監督作った、すごいケーキだ、かっこいいやつ、いっぱい作ったんですよ、すごいやんか、すごい、うわ、いいですか、すっごい、すごい、すごい作り込み、甘い、甘い匂いする、しっかり、何、怖いから、爆発したりとか、島特有の、どうしました、今、流れた、ちょっと何、もうすぐになってくって言ってましたよね、すごいね、何、貝殻とか、ヤドカリまで、これ偽、本当だ、目玉細かいところまで、ほんまや、監督もっと入った、めっちゃ豊いじゃないですか、よろしいですか。で、まあ、あの、前にね、あの、はい、ロウソクが4本立っております。ちょっと通っちゃって、なんでロウソク電気なんですか。これはですね、あの、このロウソク、火を吹きかけると消えるんでございます。はい、それをですね、西畑君に、はい、息をかけて、やだよね、なんか、やだよね、なんか、やだよね、なんか、やだよね、いきますよ、わかんないわ、じゃあ、大ヒットしますように、いきます、あ、怖い、せーの、あんまないよね、拍手、なんでみんな何でも怖がるの、なんで、みんな俳優じゃん、タレントもできるよ。え、何の話、こういうリアクションが大事なんだなって、すごい勉強になりました。タレントもやってる、あ、そっかそっか、タレントもやってるから、あ、怖い、なんか、あの、なんか急に特別ゲストが、特別ゲストが一瞬、大丈夫ですか皆様、ちょっと、ちょっと、びっくりした、いいな、みんな、東映さんドッキリめっちゃ好きなんですよ、今ちょめっちゃ見てる俺最近、あ、ドッキリ見ててもびっくりした、怖い、いや、だからそれはリアクションがいいからよ、何があるか分からへんから、やっぱり超怖い、だちょっと羨ましいもん、そんなに怖がってみたい、え、知ってたんですね、もう無理、知ってた、知ってた、知ってた、ホラー映画作りすぎ、え、いや知らないけど、あ、やばい、あ、驚けない、驚けない、怖っ、これぐらいの年齢だったら何が来ても驚かないよ、年齢、年齢なんすかね、さあ皆様、あの、着席していただいて、すごいです、ケーキ全然、あの、見ていただいて、
これキララちゃんに見せてあげたい。あ、そうですね。確かに。ちゃんと新世界がある。写真撮りましょうね。本当だ。すごいな。わあ、怖っ。これ、キナコ。ヘビまで、ヘビまでいますから。わあ、すごい。ここはヘビいる。ヘビもある。これは水木さん。ハブ、ハブだ。ハブ、ハブ、ハブもいらっしゃいます。ケーキを囲んだ写真をね、記念写真。ああ、欲しいわすわ、本当に。ちゃんとみんな驚くんだね。いや、だって、あんなに覚悟してたのに驚く。私、絶対音だと思ってたの。だからみんな、ケーキが爆発するとかと思ってた。そう、思ってました。ケーキかなって。だから電気消してたのか。電気消してた。だからか。え、七木さんはご存知だったんですか？僕だけが知ってました。あ、そうなんですね。だからあそこに入れたんです。うわ、だからろうそくまでつけちゃうと明かりが強くて見えちゃうとかっていう。全部説明したい。そういうこと？この辺の意図は分かんないけど。そういうことかもね。はい。あったんでしょう。大丈夫でしたでしょうか。ね。はい。こんなような感じでつらつらっとはいコーナーに行ったり。ね。はい。お、あれ？おい、高島やないか、おい。ものすごい腰が引けてますけど。すごいのゆるか。あの元チアガールの。元チアガールの。え？え？仕事に行かない。あ、すあすいません、なんかちょっとこの後僕あの大阪の方に行かないと。ああ、そうなんですよ。それは本当に行かないとダメなんです。ええ、話ですか？そうなんですよ。すいません。じゃあのこの後も続けたいんですけど、ちょっとあの MC をちょっと交代。していただいてよろしいですかね。答え。だ伊藤さんに任せて。伊藤さん、お願いしていいですか。伊藤さん、ダメです。すみません、申し訳ないです。じゃあちょっとせっかくなんで西畑君に MC をあのちょっとバトンタッチでここからは。だからあんねや、ここに。だからあるんだよ。台本。そういうことか。西畑大統領に。僕だけなんか台本を置いてるな思ったんですよ。そういうこと。そっと置いといて。今長崎さんに今のタイミング。じゃあ大統領って言った。流されたよろしくお願いします。すみません皆さん。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございます。頑張ってください。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。気をつけて。さあどっからですかね。お。ちょっと待ってくださいね。あ、これだこれだ。はい。入れちゃう。確かに。さあ長崎さんから引き継ぎました西畑です。よろしくお願いいたします。まあ突然ですけども僕が MC させていただきたいと思いますけども、まあ早速ですけども視聴者の皆さんから質問が届いてるみたいなのでお答えしていこうと思いますけども、ありますか質問。なんでそんなベテラン芸人質問がありますかね。質問がすごい。質問がないないですかね。質問ちょっと今遅れてまして。質問遅れてる。質問も遅れてます。ありがたい。あ、そっか、そういうこともあるんですね。 MC 繋いでください MC。 そうですね、皆さん最近どう？うわ、何？もう何？いきなり来ましたけども。いきなり質問来ましたけど。駆け寄るスタッフにまで。質問来ました。いきます。皆さんへ質問です。撮影中に一番盛り上がった話は何でしたか？盛り上がった話。まあこのね機械島結構空き時間とかお話結構してたので。この撮影中に一番盛り上がった話。一番なんかありますか。一番何喋ってたっけね。なんか取り留めのないことずっとね、みんなでずっとあでもないこうでもない。見てもらった話とか。ああ、みんながそう。ゆたさんそう、島のノロさん。ノロさん、ゆたさんとノロさんがいるんですね。奄美大島とか沖縄シャーマン、霊媒師の方にみんなそれぞれなんかこう前世は何かとか、はいはい、そういうのを見てもらったりをしていて、前世何でしたっけ。私一個前の加古瀬さんが山伏ですね。あの山で修行してたあの お坊さん。へえ。っていうのをなんか生駒ちゃんの前とか全部男性だったりたくましい系が多い。あとね、あの生駒ちゃんの後ろだから、あの野呂さん曰く、あの守護霊さんの中には大量バタを率いた大量の漁船っていうか船がいて、そうみんなで応援してるよっていうのを。かわいい。だから生駒ちゃんは
あの泥臭く生きろって言われました。そう、そういう話をね、ずっとしてましたね。ちなみに僕はこのお二人の、はい、が住んでるお屋敷で、あ、全他の時代で、はい、住んでたところで働いてるお掃除係の人。すごい繋がってるってことですか。これじゃあしげさんみたいな感じ。そうか。確かに。しげさんって笹野さん演じるね。男男性の役。いいいい、ね。なんかすごくあのなんか時代が違ってもこの2人とはなんか同じ場所にいたらしいという。うん、そう。ね、なんかすごい不思議なお話をね、いっぱい聞いて楽しそう。でもそう考えると3人で行動することが奄美大島で撮影の合間に多かったから、うん、へーとか思うね、な、何これ、うわ怖いじゃん、めっちゃいいやん。そうなんですよ、今女じゃない、今女があのめちゃくちゃ増えておりますね。探したら違う、増えておりますけども、まあ今ね皆さんお気づきになったと思うんですけども、いつの間にか後ろに今女大量発生しちゃってます、ね、さっきなんか実物で出てきたから、ねね、ちょっと怨念が溜まってきてるのか、溜まってきて増えてるのかもしれないですけども、目とかあるのが、ね、そうなので今からこの今女を封印の儀式を行いたいと思います。封印の儀式ですか。はい、封印の儀式を行いたいと思います。そんなことができるの。パトラさん再びよろしくお願いいたします。お邪魔いたします。パトラさんお願いします。ええ、とんでもございません。今もう今女がすごいことになってますけど、はい、もうそんないっぱいになっちゃいましたね。封印的だった。実際に全部はお取りはいたしません。皆さんあの映画を見に来ていただいて、その時に一緒にまた結界を作っていただいて、皆さんで協力をして封印をしていただくということで、クリア、うん、っていうことでよろしいですか。見に行かないと封印できないですよ、はい、ということで、はい、ここに。ただこの儀式というような形になっちゃうけども、はい、じゃあのこう本当にこの世あの世ってあるので、うん、実際にねあのないと考えないでちゃんとご唱和していただけたらと思います。はい、はいはい、それでは、はいはい、始めさせていただきます。お願いいたします、はい。今女の封印、結界、それから電子の世界の呪いを封印する、はい、はありがとうございました。軽くやらさせていただきます。ありがとうございます。はい、失礼いたします。いや、封印が、無事に終わりました、パトラさんありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。まだやるの、まだあら、まだ OK、はい、ありがとうございました、はい、こちらこそ。しかしですね、先ほど、はい、あのパトラさんも言っていただいたように、儀式だけでは完全に封印できないそうです、はい、今女がこう現実世界に出現したら日本中が不幸になってしまいます、うん、なので完全に封印するためですね、はい、ですね、皆さんのお力を貸してください、はい、呪いの元凶である今女を SNS 上で封印するべく、この配信が終わり次第すぐに封印活動、つまり封活ツイッターキャンペーンを実施いたします。詳細は機械島公式ホームページ、ツイッターをご確認ください、はいはいはい、風活に参加してくれた方には感謝の印として抽選で素敵なプレゼントを送ります。おみんなの力を合わせて今女の出現を阻止しましょう、うん、はい、ということです。そうですね、風活ツイッターキャンペーンです。はい、あ、言っちゃった。キャンペーンです。ツイッターキャンペーンを行います。はい、はいはい、パトラさんどうでしょう、はい、いかがですか。当然ね、この電子の世界、こう清水監督の感性って、はい、全然今回はだいぶ違うところに行って、実際私の小さい時には、はい、もうパソコンも携帯も、まあ、ポケベルぐらいかなしかなくって、うん、電子の世界っていうのが本当に今ツールになってて、毎日みんな携帯見て通ってるわけですよ、はい、これを決壊するっていうには実際みんなで一丸となってね、みんながこう封印しましょうって、呪いをと、ね、こう解いてね、行きましょうっていうような、かけていったものを解くっていう形で、みんなが個々に
結界を持っていただきたい、それには映画に必ず見に来てください。はい、すさい、お願いいたします。はい、ありがとうございます、はい、ということでバトラさんでした、ありがとうございました、ありがとうございました。よかった。さあということで、はい、そろそろ配信も終了ということで、うん、はい、最後に皆様から、一言ずついただきたいと思います。それではまず生駒さんから。はい、そうですね、もう6月16日が、ね、うん、映画の公開ということで、まあ、こういうふうに配信をしてちょっとでも喜界島怖いけど見に行きたいなって興味を持っていただけたら嬉しいですし、まあ、おのおのの推しが、ね、出てると思いますので、推しのグッズを持っていくと不思議と怖くないんじゃないかななんて思いますので守ってお願いください。いいっす、よろしくお願いいたします。平岡さん。いや、僕も最後に一言言わせていただきますけれども、はい、どうそうですね、そうですね、多分まあ怖が結構怖いと思ってる方も多いと思うんですけど、僕の場合はですね、怖い時こそ笑えばいい、はい、だから怖いなと思ったらちょっと笑っていただいて、はい、何を言ってるの、ね、ちょっと怖いです、はい、ぜひ劇場に、はい、お越しください、よろしくお願いします。お願いいたします。川添さん。はい、ちょっとなんか喉が心がしか枯れたんでございますが、うん、ちょっとひねまわりがね、ちょっと現れたから笑って叫んですごく楽しかったです。こんな雰囲気で撮影してました。このメンバーでどんな映画を作ったのか、ぜひ劇場で見ていただきたいです。よろしくお願いします。今日はありがとうございました。アトムくん。はい、はい、ご視聴いただきありがとうございました、ね、さっき生駒ちゃんも推しグッズなんかいいかもねって言ってましたけど、やっぱりね、ビビリな僕も分かるんで、やっぱまあ推しグッズ、そしてさっきね VTR にも出てきた、例えばな好意を寄せている方だったり、うん、恋人、うん、友達とかね、まあ親子でももう誰かを引き連れてね行ったらきっと見れちゃうんじゃないでしょうか。ぜひ劇場で楽しんでいただければと思います。よろしくお願いします。お願いいたします。伊藤さん。はい、この新世界グループ、あ、新世界グループじゃない。なんかどっかで聞いたことある新世界グループ。会社みたいな。チーム新世界。いや、新世界作ったのはあなたのやつですよ。どっちかというと。リーダー。もともとチーフですからね、伊藤さん。すみません、いろんなことに巻き込まれていくんですけど、その中には友情があったり、お互いを気遣う。思いやりがあったり、あと西畑くんがね演じる役は本当ちょっとコミュ障みたいなね、はい、ちょっと本当に人と接することが難しいような役なんですけど、そこの関係性がねだん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 こう豊かになっていくところも見どころだと思うので、ぜひ劇場に見に来てください。お願いします。はい、じゃあラスト監督。はい、今日はご視聴いただいてありがとうございます。怖い映画苦手な方もいると思うんですけど、今日みたいな多分見てくれる皆さんより怖がりみたいなメンバーが集まって作った映画だったりするし、怖いところだけじゃなくいろいろとパトラさんもおっしゃったような新しいものと古いものの融合みたいな部分もあったり、それは人間同士もそうなんですけどもあったりするので、物語も楽しめると思います。ぜひ劇場でご覧ください。お願いいたします。それでは映画喜界島公開直前生配信は以上となります。ご視聴いただき本当にありがとうございました。ありがとうございました。本作ですが6月16日金曜日の公開となっております。そしてですね、なんと今作は入場特典もございます。お、はい、今ですね皆さんがお持ちになっているこちらですね、うん、お守りステッカーがですね、初日から入場者の方に貼っとる、貼ってる。お札じゃないんですかこれ。お札です。お守りステッカー。お守りステッカー。貼ります？貼れるね。はい、こちらがですね、貼れる貼れる。こういう使い方。貼れる。貼れるね。合ってる使い方。合ってます？みんな。お札だもんねこれ。お札だよね。貼れる。貼れる。これ持ってきたら。ほんまに貼れるやん。貼れる。なんで？めっちゃ貼れる。自分の顔貼ってる。こちらがですね、初日から入場の方々には、3日間限定で配布させていただきたいと思います。いいこれ貼れる。
3日間限定でございますので3日間のうちに行かないと。さすがあざとかわいいね。一緒にしてくれればいいなと思います。かわいい。大悟はそんなやるとみんな真似するよ。初代のありがとうございます。お願いいたします。そしてですね、僕たちも、舞台挨拶を行う予定でございます。行う予定です、うん、しあざと6月16日金曜日初日上映後に登壇する予定でございます。出演者が大集合でございまして、なので次はですね劇場でお会いいたしましょう。こんなに来るんだ。僕たちも楽しみにしております。ということで、これで終了でございます。はい、皆さんありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ご視聴になってくださった皆様も本当にありがとうございました。ということでそれではさようなら。西畑くんお疲れ様です。ありがとう西畑くん。島特有の仮想空間地域に伝わる組み合わさった時想像しちゃった。ずっと目を塞ぎたかった。一番怖いもの。みんなは今どこにいますか？